リ・2000レジーンリ・2000ファルコーリ・2000は第二次世界大戦中にイタリアで生産されたタンザの戦闘機である。愛称はファルコ。リ・2000は1936年の空軍からの使用に基づいてレッジャーネ社で開発されたタンザ戦闘機で1939年5月に初飛行した。この機体はそれまでのイタリア機と異なった形態をしており、 姿格好は、アメリカ陸軍のセバスキー P35 戦闘機に非常に似ていた。全金属製の単用で、ややずんぐりとした流線型の機体で、密閉型のキャノピー、後方に倒れた後90度回転して引き込むタイプの主脚を有していた。飛行試験の結果は、ライバルとなる MC200 サイッタをはじめとする他のイタリアの戦闘機より、優れていた。速度性能。 運動性能とも MC200 を上回っていた。しかし、実用面では、機体構造がやや複雑なこととエンジンの信頼性が劣ることから MC200 の方が優れていると判断された。また、翼内に設けられた燃料タンクが戦闘時に不利になることが指摘され、これは機体構造の欠陥とされた。結局空軍に採用されたのは MC200 で、リ2000は 他国への輸出用にに回されることになった。しかし、本機の高性能を耳にした諸外国からは注文が次々に舞い込んできた。まず、ハンガリーから発注を受け、70機を引き渡した。続いて、スウェーデン、ユーゴスラビア、スペイン、スイス、フィンランドからの注文を受けた。しかし、第二次世界大戦へのイタリアの参戦により、実際に引き渡されたのはスウェーデンだけである。 スウェーデンは60機購入し、J20 と名付けて1945年7月まで一戦で使用した。先に本機を購入したハンガリーでは、購入機とは別に、マーバグ社で192機のライセンス生産を行った。マーバグ製の機体は、やはりハンガリーのバイスマンフレート社で、ライセンス生産された、ノームローン K14 エンジンを搭載していた。ハンガリーでは、 輸入型はヘイヤイ、ライセンス型はヘイヤーと呼ばれ、空軍の主力機のうちの一機種となった。その後、イタリア海軍が大型艦船のカタパルトから射出できる戦闘機として、本機に注目し、カタパルト射出用に回収された型を12機発注した。この型はカタパルトで運用できるように、機体各部が補強され、キャノピー工法の透明部分が廃止されていた。 引き渡しと運用試験は1942年に行われた。さらに、同年、燃料タンクを増設した長距離戦闘機型が24機海軍に引き渡された。この型は、落下増装下2 0 0ラム爆弾の搭載が可能だった。生産機数は170機であったが、輸出用とされ、イタリアにおいて活動した B2000 はシリーズ2.3型の36機だけだった。 イタリアが急戦した1943年までには、ほとんどの機体を戦闘や事故で消耗し、急戦時の残存機は2機であった。三面図、ありがとうございます。